右側にチラシもございますので、よかったら、お帰りの際にぜひもらっていってください。私たちはですね、今週の土曜日、鶴見にまたやってきます。8月の29日土曜日に、京急線の裏側にいたところですね、鶴見銀座商店街のところで、鶴銀ドットコイというお祭りがあるんですけども、夕方の4時半から5時10分ぐらいまで演奏してますので、よかったら遊びにいらしてください。他にも、歌の方とかね、かほちゃんというシンガーソングライターも出演しますので、ぜひぜひ遊びに来てください。ではもう一曲お届けしたいと思います。カバー曲ですね、情熱大陸をお届けいたします。よかったら一緒に元気な手拍子で参加してください。それでは行ってみましょう。情熱大陸です。情熱大陸をお届けいたしました。はい、ということで、このステージはですね、もう一曲だけ演奏したら、一旦、また皆さんにチラシをお配りしたいと思います。このステージでは最後の曲はですね、私たちのオリジナル曲を聴いていただきたいなと思います。夏休みはまだ夏休み中なんですかね、今。
もう終わっている幼稚園何歳ですか笑顔の素敵なお子さんもたくさん来てくれています。はい、ということで、ではもう一曲、この曲はしっとりとしたバラード曲なんですけれども、はい、思い出になる前にという曲をお届けいたします。こう大切な命だったり、こうだんだん消えていってしまうもの、それを心のどこかで覚悟していれば、生き方も変わってくるんじゃないかという思いの込められた一曲になります。よろしければぜひ聴いていってください。それではこのステージ最後の曲です。思い出になる前です。お聴きいただきありがとうございます。このステージ最後の曲は思い出になる前にというオリジナル曲をお届けいたしました。これから
皆さんちょっとチラシだけでもお配りしたいと思います。今日演奏した曲が入っている CD もありますので、お時間ない方はそちらだけでもぜひご覧になっていってください。また今週の土曜日、鶴銀ドットコイという鶴見銀座商店街のお祭りに参加させていただきます。4時半から出演しますので、ぜひお時間ある方、遊びにいらしてくださいということで、皆さんありがとうございました。バロテでした。ありがとうございます。